はい、プレイボールドお前求人です。2022年ドラフト候補紹介、うとう2部に潜む無双即戦力1、専修大学、菊池陸ということでございましてえ、今日はですね、即戦力のピッチャーをご紹介していきたいと思います。え菊池選手え、どういう選手なのか、まずはプロフィールからチェックしていきましょう。 はい。では、ドラフト履歴書をチェックしていきましょう。菊池陸選手、2000年6月13日まで22歳。在籍が専修大学、出身地北海道。身長が183センチ、体重93キロポジションピッチャーで、右投げ左打ちの選手です。はい。では、彼がどのような旧暦を過ごしてきたのかっていうのもチェックしていきましょう。はい。旧暦ですね。小学校2年生から軟式野球をはじめ、中学に進学は、苫小牧中央ポニーに所属し、公式でプレー 中学卒業後は札幌大谷高校に進学し、1年春から背番号1でベンチ入り、全道大会優勝に貢献します。しかし大会終了後に肩を痛め、夏以降は登板がなく、主にファーストとして出場。2年秋から再びエースに戻り、3年夏の地区大会では144キロを記録。プロからも注目される存在へと成長していきます。しかし南北海道大会では1回戦で敗退。その後プロ志望届は提出せずに、大学に進学することを選択いたしました。 そして現在の専修大学に進学すると、一年時は右肩の痛みもあり、ベンチ外で、2年春はコロナの影響でリーグ戦が中止になかなかリーグ戦の出番はありませんでしたが、2年秋のリーグ戦でついにベンチ入り、2部リーグながら初登板の国士館大学戦で9回無支給完封勝利を挙げ、最高のデビューを飾ると、最終的にリーグ最多台の3勝、リーグトップの防御率0.31をマーク。 3年春にはエースとして7登板50イニングに登板し、最速150キロを記録。優勝争いも経験しましたが、あと一歩及ばずに日本大学に一部昇格を譲る形となりました。しかし、続く秋のリーグ戦では、左脇腹を痛めてしまいわずか4イニングのみの登板に終わります。それでも今年の4年春のリーグ戦では本来の状態を取り戻し、52.2イニングを投げ、リーグトップの防御率1.20と、圧巻の投球でベストナインを受賞。 チームは念願の一部昇格とはなりませんでしたが、自身はドラフト上位候補と呼ばれる存在へと順調に成長していきました。さらに、リーグ戦終了後には大学日本代表にも選出、オランダで行われたハーレムベースボールウィークに参加、計3試合で8イニングを無失点に抑えるなど、自分のピッチングが世界の猛者たちにも通用することを証明してみせたということでございます。 はい。ということで、以上がですね、えー、急力でございました。続いて、菊池選手がどのような選手かというところをもう少しね、深掘りしていきましょう。はい。では、選手解説見ていきましょう。えー、菊池陸選手、マックス152キロ。球種がスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップ、ツーシームですね。 えピッチングタイプはワインドアップから足をポンと上げてためを作り柔らかく肘を使った綺麗なフォームが特徴的ですストレートとキレのある変化球を交えて三振の山を築いていくピッチングスタイルが持ち味ということで、まあ、今は、ね、珍しいワインドアップで投げると本当に肘が柔らかく使えていて、えー、まあ綺麗な、ね、フォームで投げる選手なんですよね で、この菊池選手ですね、彼の一番の魅力っていうのはストレートかなというふうに思います。まあ、スピードガン以上の威力を感じさせつつ、これだけしっかりとコースの隅に投げかけるコマンド能力を持ち合わせる選手はなかなかいないのかなっていうふうに思いますね。まあもちろん威力はあるんですけど、まあそれ以上にやっぱね、こう打者の反応とか見ていると、まあ、明らかに振り遅れたり、空振りっていうのも取れていますし、ファールになったりということで、まあストレートで、えー、こう押していけるだけのね、能力っていうのはある。それに加えてコマンド能力ですよね。まあ 右も左もなんですけど、やっぱ右だったらですねアウトコース、えーまあ、低めのギリギリのところに投げて、まあ、と思えばですね内角にズバンとねストレートを投げ分ける能力もあると、まあ、左に対してもそれができるということで、多分今年の大学生で見てもなかなかいないですし、まあ、彼がトップクラスのその能力っていうのは持っているのかなというふうに感じますで。さらに変化球も豊富ですね、どの球でもストライクが取れるため、長いイニングを考えたクレーバーな投球もね可能ということですね。で、えっと まあやっぱ変化球も精度高いよと、えー、まあカットもですねカーブもいい感じに、ね、外して投げれますしフォークも今年から覚えたというところで投球、まあの幅を、ね、広げつつというところで、まあ、完成度も非常に高い選手と。 はい。一方で、ウィークポイントはと言いますと、リーグ戦ではですね、まあ、配分を考えて急速を抑えながら投げているんですね。まあ、クレーバーな投球っていうところにも繋がるんですが、まあ、意図的にちょっと急速を落としてみたいなところもあるみたいですね。で、プロの先発ではやっぱそうはいかないので、1シーズンの間高い出力を長いイニングで投げ続けられるのかっていうのはですね、ちょっと気になるところではあるのかな。 で、えっと、まあ、代表戦とかね、えっと、世界大会とか見ていけば、まあ、しっかりと3イニングくらい、3イニング、4イニングぐらいならですね、高い出力でも投げれているので、まあ、問題はそれがですね、まあ、6回、7回、8回って続けれるのか、プロで1シーズン続けれるのかっていうところはね、えー、まあ、今の段階だと気になるところかな。ま、あま、あでも、心配はやらないとは思うんですけどね、大学では、えっ、ー、と、まあ、先発やったり、リリーフやったりっていうのをですね、まあ、すごく短いね、投球間隔の間でやっていくので、まあ、そういうピッチングになっているだけで、 えー、まあ、プロでしっかり中6日に、ね、開けて先発出せば大丈夫だとは思うので、そこまで心配はやらないかと思うんですけど。で、あとは空振りの取れる絶対的な決め球っていうのもやや物足りない印象かなっていうふうに思いますね。まあ、全体的に変化球のね、威力っていうのは、まあ、高いんですけど、やっぱり決め球っていうのはストレートになってくるんですね。まあ、これプラス、まあ、空振りが取れる球ですよね。えー、まあ、やっぱポイントになってくるのは今年から解禁したフォークですよね。この精度っていうのをドラフトまでにどれだけ高められるかに期待かなというふうに思います。まあ、このフォークがね、 本当良くなってくればですね。えー、ま、厄介なピッチャーというか、プロでもバリバリできるね。ロードを回れるピッチャーになっていくんじゃないかなっていうふうに思いますし、評価的にもですね。1段階2段階くらい上がってくるのかなっていうふうには思いますので、まあ、ここはどうなってくるかっていうのは、えー、秋のお楽しみでございます。はい、では続いて成績の方もね。チェックしていきましょう。 はい。では、選手成績チェックしていきましょう。とうとう2部リーグですね。1年生の時は登板がありませんでした。2年生の春もコロナで開催中止になって、20年秋ですね。4登板で29.12く3勝1敗、防御率0.31。え、脱散死率10.43、KBB4.25 という素晴らしい成績でございます。まあ、イニングがね、ちょっと少ないっていうのもあるんですけど、えー、まあ、それでもね、圧倒的な成績っていうのを脱んではないでしょうか。 で、3年生に入ってですね、3年生春も7投板で50イニング2勝1敗、防御率1.08、えー、ウィップ1.00、脱散死率7.56、死死休率2.70ということで。まあ、春も素晴らしい成績。ただ、秋に関してはですね、3投板で4勝1敗、防御率が0.00ということで。 まあ、点は取られていないんですけど、左の脇腹2があって、えー、わずか3投板、4イニングのみに終わってしまったということで。まあ、ここがね、ちょっと不本意なシーズンだったのかなっていうふうには感じます。はい。それでもですね、今年の春4年生、春になってからは9投板で52.2イニング。3勝2敗、40非アン安打、えー、49奪三、振防御率1 2で 脱参審率8.37、四死球率2.22という成績を出しております。またね、先発投手として復活することができたと。で、経緯見ていくとですね、ここまで23試合で、136イニング9勝4敗、防御率0.93、ウィップ1.01、脱参審率8.60、四死球率2.45、KBB3.51 という成績です。はい、まあ、とうとう2部リーグながらね、素晴らしい成績が出しているんではないでしょうか。 で、世界大会ですねハーレムベースボールウィーク3等番で8イニング投げました1勝0敗被ダ打6奪ーシー8四死球1防御率0.00ウィップ0.80奪シー率9.00四死球率 1.13KBB8.00 ということでまあ素晴らしいね、成績でございます えっと、3位決定戦でですね、ヒアナ2本くらい打たれていたんですけど、それもね、いい当たりでもなかったので、やっぱこう、直球でね、しっかり、えっ、ー、と、まあまあ、世界の猛者たちにもね、えー、通用していたんじゃないかなっていうふうには思いますし、やっぱピッチング的にはね、ハーレムで、えー、かなり通用していた選手の一人だったのかなっていうふうには感じます。 で彼のですね注目ポイントとして見ていくとやはり抜群の安定感というところですよね、まとうとう2部なんですがしっかりとね防御率っていうのもいいですし、四、え、死、ーまあ、球率っていうのも安定しているので、でやっぱこうぶれ、えー、たシーズンっていうのはないのかなっていうふうには感じます。 で、注目思いの二つ目、KBB も非常に優秀と、まあ三振取れてフォアボールを出さない選手なのがこの菊池選手ですよね。まあ通算で見てもですね、KBB3.51 っていうのは高水準をキープできておりますし、まあここまでのね、安定したピッチングっていうのはなかなかね、できるものではないのかなっていうふうには思いますので、まあこの KBB があるからこそですね、安定感にもつながっているのかなっていうふうに思います。やっぱ四死死率っていうのはね、大学時代から見ても、プロでもかなりね、影響がある指標でございますので、ここが、えー 素晴らしいということはですね、えーまあ、ある程度期待はしいんじゃないかなっていう,ふうには感じますが、はい、で一方、懸念点ですねやはり2部の経験しかないっていうところはですが、ねえーまあ、結構響いてくる感じはしますよね。 こう、やっぱ、トートリーグとはいえのですね、まあ、一部二部、まあ、二部も本当レベル高いです。木口選手しかありですね、まあ、東洋大のね、えー、まあ、細野選手とかもいますし、他のですね、まあ、リーグに比べて、トートのリーグっていうのはめちゃめちゃレベル高いんですけど、ただやっぱ一部に比べるとですね、まあ、劣ってしまうということは事実なので、インパクトっていうのはないのかなっていうふうには思いますので、まあ、結局二部かっていうところがね、えー、まあ、ちょっとあるのかな。 まあまあでも、菊池選手に関してはですね、やっぱ投げてる球っていうのもありますし、ハーレムでの活躍っていうのもね、多くのスカウトが見ていたんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ2部であってもしっかりとね、えまた自分の持っているものを秋に出せるのであれば、えまあ上位指名っていうのは濃厚なのかなっていうふうに思います。まあ間違いなく現時点で24人の中には入ってくると思いますし、えっと、やっぱ今年のね、市場だと、んまあ1位12人の中では現時点ですね、ーキ秋が始まる前までの えー、私の感想ですが、まあ、12人の中には入ってくるんじゃないかなっていう選手なのでやっぱ2部であってもね、えーまあ、ここまできたら見逃せない選手なのかなっていうふうには感じますので、まあ、その辺はねどうスカウトが判断するかというところではないでしょうか、はい、では成績は以上です続いてスカウトコメントもチェックしていきましょう はい、ではスカウトコメントチェックしていきましょうえ巨人のスカウト部長は今年は東京を覚え三振を取りに行く時だけギアを上げることができるようになったこれから経験を積んでさらに投手して成長していく姿に期待したいということですねで日本ハムの GM 補佐兼スカウト部長体も大きくしなやかさもあり素材はいいそれをどう生かして精度を高めていくのかを期待して見ていきたい ロッテのスカウト部長は3連投であれだけのボールを投げているストレートはキレもあって体重を乗せていて重そうな感じもあるまっすぐの質がいいということでございますはいではまだあります見ていきましょうはいでは見ていきましょうヤクルトのスカウトは3連投で疲れのある中で球速も力もある球だった楽天のスカウト部長も強弱をつけて投げることができているし緩いカーブの使い方もいい d n a のスカウトはストレートはスピードも精度も高いレベル え、広島のスカウトは良かったと思います。いろんな球種を使えるので、投球が上手いですよね。これからどんどん良くなっていくと思いますと。はい。で、以上ですね、スカウトコメントでございましたが、どのスカウトも、やっぱこう、疲れのある中とか、またはストレートの精度っていうところに言及しているのかなっていうふうには思いますし、こう、全体的なバランスというか変化球の使い方も評価されているね、方も多いのかなっていうふうには感じました。はい。というわけで以上です。最後ですね、ネットへの反応を見て終わりましょう。 はい。ではまとめていきましょう。菊池陸選手、専修大学、ピッチャーですね。えー、両指標の即戦力右腕ということで。まあ、トートリーグ2部といえどですね、レベルが高いリーグで、えー、しっかりと安定した成績指標っていうのを叩き出しているピッチャーと。やっぱ投げてる球を見てもですね、まあ、威力ありますし、コマンド能力も非常に高いと。 ただ、やっぱりですね、とうとう2部の経験のみっていうところは引っかかるのかなっていうふうに思います。まあ、その代わりにハーレムでの活躍とかもありましたので、まあ、そこをね、しっかりと見ているとは思うんですが、ただ一部に上がれなかったのが、えー、まあ、残念だなと。一部に上がっていればね、もっともっと評価は違っていた感じはしますが。 でスカートコメントも、巨人、日ハム、ロッテ、ヤクルト、楽天、DeNA、広島などですね、7球団が今のところ出しておりました。で、最大1冊も11球団ということで、注目度は間違いなくですね、高い上位候補の選手でございます。はい、というわけで今日は以上でございました。よければですね、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。